2023年10月17日の鉄道チャンネルサイトニュースブロンズの車体が印象的な特急ヤクモの新型車両273系お披露目新しい振り子で乗り心地を改善2023年10月17日岡山出雲市駅間を白尾線経由で結ぶ特急ヤクモ用の新型車両 273系特急型直流電車が報道陣に公開されましたまばゆいヤクモブロンズの車体に国内初の車上型の制御付け自然振り子方式を導入し乗り心地を改善した新型車両は2024年春以降にデビューし現行の381系を置き換えていきます新型273系のデザインコンセプトは沿線の風景に響き自然に映える車体 山陰の我が家のようにくつろげるぬくもりのある車内です。エクステリアは山陰線や白尾線の風景に響き、自然に生える車体を意識したデザイン。車体の色は宍道湖の夕日あたたら製鉄の黄金色、大仙夏山開きの松明、赤瓦の町並みなどをイメージした、ヤクモブロンズ岡山駅で山陽新幹線から乗り換える際に、このブロンズの車体を見ると、 サンインをイメージするそんなカラーリングです車体前面や車体側面に配したヤクモタツヤクモのロゴは旧来のヘッドマークに似せたデザインとし伝統を継承しました